運極ボーナスありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。リベンジハム太郎ですね今日は。まあ、何をリベンジかと言いますと、もちろんこのアラミタマまだ勝ててないんで、今日はね何としても勝ちに行きたいです。 SS 使ってみよう。今回デネブをね使ってみるんですけど、4ターン SS でね雑魚処理がとてもしやすいとのことで、剣持ってるダメージもすごいね。まあ、剣持ってればですけどね今のは。まあお試しで使っていきましょう。お試しじゃないか、もうガチ編成ですね。別にクシナダン運枠っていうよりは普通に強いから使ってる感じです。でこのクエストなんですけれども、よっ、まず、雑魚クロスドクロの場合は全部倒すことによって中ボスなりボスなりの弱点効果がアップします。で、もう1パターンありまして、反撃モードですね。あぶね、ゲージミスった。これヤマトオロチ倒すと発生するんですけれども、おっと、入れば危ない危ない。はい、天草がこれで次のターンから反撃に入ります。で反撃に入ると、このなんだろう、ウミウシみたいなこの雑魚の弱点効果がアップします。はい、あーミスったな。もうワン、もう一跳ねしてくれれば。で弱点効果が上がった雑魚を倒すと、今度はボスの防御力弱点が効果アップします。でボスを攻撃すると。ただ一応ね、雑魚とボスが HP 連動してるんで、ダメージ稼げるっちゃ稼げます。あとクシナダゲージ早いから嫌いです。本当にね、さっきもねラスゲでゲージミスして死ぬっていう、もうやってらんない状態だったんで、はっきり言ってやってらんないっす。おお、倒しはするけども、早すぎだね。ダメージとしてはそんなに稼げない。だから弱点効果アップした状態であれば、今の動きでも十分だと思う。さあ、残り3ターンか。そんなに余裕はなくなってきたな。とりあえずこれで弱点効果上げてあげて、倒してあげれば、叩きやすい。弱点逆側か。逆側だと厳しいから、ここで打っちゃいましょう。ゲージミスった。ごめんなさい。もうほんとクシナダ嫌い。でもクシナダしか埋水のダメオの貴族性いないんで、使わざるを得ない。悩みどころですね。なんでゲージアイテムが使っちゃいけないんだろう、ここ。そうなんです。ゲージアイテムが出ないんですよね。それが一番ショックです。で、このバトル3に関して言うと、ここはね、反射運体で行ってれば、ただただ美味しいステージです。あー、ゲージミスった。ここのステージは、この一個一個の貫通制限がビットの攻撃を短縮してくるんですけども、まあ、短縮するんですけど、初手でね2体倒していればとりあえず3ターンは猶予があるんで、3ターン以内に雑魚処理するだけです。ただ貫通タイプを使ってる方だとちょっとなかなかねやりづらいところがあるんで、場所がいいけど倒しきれない。そう、クシナダ若干火力不足。身で強化すればいいんですけどね。ほいっと。残念ながら、クシナがついてるのはスピクリの特エムなんで、身の厳選を全くしないのがバレバレですね。茨城。ああ、弱点効果、そうなんですよ。触ってすぐ弱点効果アップじゃなくて、発動、弾を飛ばす弱点効果アップなんで、あんまりこう早くないんですよね、弱点効果上がるまでが。
で、この感じで弱点効果を、倒しちゃったか。まあいいや。弱点効果を上げてあげても、左下のウミウシの動きかな？左下の動きで、弱点をね、弱点効果アップ消してくるんで、めんどくさいです。ああ、角度きつかったか。もうちょっと稼げると思ったんだけどな。しかも下の処理をするしかないです。オッケーオッケー。友情で言ってくれた。そしたら茨城で決めたいな、もう。このまま弱点変わらなければ、右であれ、オッケー。強い。ここまで削れればね、弱点もクソもないんで、多分普通に倒せます。倒せなかった。倒せた。で、ボスですね。アラミ玉。いやー、まずいな、もう44分。ここで勝ちたい。まず、ここは、ヤマトノオロチから行きましょう。倒してくれ。ナイス。ヤマトノオロチを倒さないと、始まらないんで。ただ別に急いで倒さなくても、ボスはね、どうせ覚醒した時点でまた、白バクとかも全部計算され直すんで、ちょっとでも火だめが痛いか。火だめの面で言うとよろしくない。あと、串灘がね、アジンなんで、アジンキラー食らうとめんどくさい。こんな感じですかね。これで、覚醒です。覚醒した後はさっきの天草の処理と全く同じです。一回でも、アラミタムに触った後削っていきましょう。さあ、どうするかな、これ。これどうするか、ワンチャン、これビットの上とかいないよね。いそうだな。暴れるしかねえか。ああ、まあまあまあ、とりあえずいいかな。うん、とりあえず OK。これカーンってはまれないんだよね、確か。弱点効果戻されちゃう前に削れ削るか。あ、どっちかっていうとよくないな。お、でも倒した倒した。いいね。で、弱点が、下。一発貫通変化使ってみるか。そこの何かをダウンロードするのやめてほしい。あ、強い強い。いいんじゃないの、これは。これは使い物になりますね。予想以上でした。はい。で、回復回復。おまけでできれば倒してほしいけど、まあそこまでは無理か。デネブのね、SS は結構使い勝手いいですね。火力も出せるし、雑魚処理もできるし。さあ、次の弱点位置によるな、これは。右来てくれれば、クシナで楽勝だけど。上か。お？すいませんね。なんかダウンロードしてますね。これも貫通変化で一発だろうけど、ちょっと SS は貯めたいんで、ここは普通に倒しに行きます。まあまあまあ、悪くない削り具合。あとは茨城にコンコンで。よし。さあ、ここがね、私の中で鬼門なんですよ。ここで大概負ける。どうやってボスに対してダメージをがっつり稼げるのか理解できないんですよね。倒しきれなかったか。一ターンの損はでかいよ。
茨城場所がいいね。茨城横間ダメ入りますね、これは。ワンちゃん来た。あ、ダメだー。下が防御弱点効果戻す。最低だ。考えたらずでした。どうするかな。最悪サドキエルの SS 打つか。ね、それでダメ稼ぐしかないよね。残り6ターンでこの HP でしょ。いける人にはいけるんでしょうけど、私にとってはいけないんですよ、この HP は。地雷もらってワンパン。いやー、弱点そんなにいかなかったけど、でも3分の1持ってったのでかい。どうするか。コンコンしたいけど、ノーヒットはまずいんで、ワンヒット確殺。あとおまけでもう一発ぐらい。あ、十分十分。それ2回叩いてくれたんで、それで OK です。ハマったか、これ。ハマったけど、倒せない。倒せないか。無理くりっすね。無理くり倒してあげて。最悪クシナダで SS。いや、いけるか、これ。行こう。ここで SS 使ったら負けだからね。あぶね。さてと、で、次はね、まあまあ戦いやすいです。初手だけ大事。初手で右下の反射、貫通制限倒してあげないと、めちゃめちゃめんどくさいです。うわ、ミスった、もう最低。マジかよ。ボスのね、攻撃短縮してくるんで、サドキエルでしょ？ここで SS 使うか。いや、超もったいないです。この SS の使い方はもったいないんですけど、まあ、さっきね、一応、クシナを取っとけたんで、茨城を使ったって手で頑張っていきます。これ倒さないとこれで即死です。横間でいいか。いや、焦った。で、こっからはクシナとアラミタマが互いに弱点効果アップさせてくれるんで、まあ、できれば初手、どっちにも触っていきたいですね。この弱点位置変わんなければ、デネブがすごいいいとこにいる。変わるか。そんな気はしたよ。茨城か。そう、この入れ番。この入れ番なんなん？嫌がらせとしか思えない。サドキエルで弱点右。いや、よろしくないね。クシナダも弱点逃がす。いや、一向にダメ稼げない。どうするかな。
全に温存で。お、稼いだ。やっと稼いだ。残り2ターン。いけるでしょ。いけない。串灘 SS 使うしかないですね。なんか横、横、横来た。あぶねえ。本当にもう綱渡り状態です。ただおかげさまでサドキエルも SS 溜まり直しましたね。ここは勝ちに行きたい。ここはちょっと前と同じワンステージ前か。とにかく制限雑魚倒しましょう。ドレインも大事。あ、まあいいんじゃないかな。これ、ね、この火だめに対して友情が一人解除される方がでかい。さて、こっからです。こっから、茨城のターンで弱点効果アップしてればワンチャン来ますね。串灘はこんなもんでいいです。ちょっと賭けに出るんですけど、ここで雑魚全部倒して、まあ、茨城のね、とこに弱点が来ることを祈って、撃ちます。あとは弱点上に来ることを祈って SS 溜まる。頼む。ワンチャン来た。蓬莱滅却。あぶねー、勝ったー。なんとかリベンジ成功です。56分ギリギリでしたね。まあ、結構ガチガチな面積んでるんでね、なんとも言えないけども、おかげさまで、アラミタマゲットしたけど落ちないね。あ、そう。まあ、近畿の11とか、いろいろ使っていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。そもそも重心ができるかな？神かか。まあ、いいや。バイバイ。勝った！